皆様こんばんは、カズチューブです。さて、僕の X に寄せられましたコメントをご紹介していくバージョンでございます。今日もたくさんのメッセージを頂戴しておりますね。ありがとうございます。買ってよかったね。まあ僕は今日見てないんだけども、僕は見てない方がいいんじゃないかと最近思うようになってきました。ホークスは僕が喋ると勝ちます関係ないんだけどね、そんな相関関係、因果関係はないんだけども、メッセージご紹介してまいります。シャコさんね、大前さん実況お疲れ様でした。ありがとうございます。ソタニがここまで成長してくれたのは本当に嬉しいです。今日ナイスピッチングだったね。打線もセデーニョの一発だけではなく福田のタイムリーという中押しが取れたのは大きかったと思います。本当そうだね、あの1点大きいんだよね。あとは小木田の離脱があった中継ぎのやりくりが不安ですが、ここはまだ、手探りになりそうですね。そうだね、もうやりくりだよね。手探りとやりくり。だからもう本当にマチャドにどうやってリードを持ったまま繋いでいけるかというところになってきますもんね。マチャドはすごいね。でも本当にあの安定感っていうのは、それはいつか打たれることも当然あるんだろうけども、いや本当助けてくれてますね。あとは打線だね、本当にね。今日は本当にあの一発と中押しね、あれが効いたね。ノリックさん、楽勝ムードと思いきや急に雲行きが怪しくなり、ドキドキが止まらなかった8回裏。まあ、確かに満塁まで行ったもんな。今年一押しの小田島くんが嫌な流れを気合で封じてくれました。いやすごいね、パテレでもなんか上がってたね。ねえ、ああいう逆境に強い男みたいな感じで、今日で休みが終わり、明日から仕事は嫌ですが、私も小田島くんの頑張りと気合で乗り切ろうと思います。小田島くんばりの気合で頑張ろうと、乗り切ろうと思います。よろしくお願いします。マウイさん、現地折り方でした。ありがとうね、現地行ってくれたんだ仙台ね。8回に一瞬不安がよぎりましたが、小田島くん、マチャド選手が無事に試合を決めてくれました。ビジター内野席の周りに全くオリックスファンがいない中、頑張って応援してよかったです。よかったね、四面楚歌で応援したんだね。ありがとうございます。マスタングさんも現地の写真貼ってくださいました。ありがとう。現地観戦でした。ソタニ君は初回制球に苦しんでましたが、その後は持ち味のキレのある投球で抑えてくれました。打線はランナーを貯めた後に得点できたのが良かったですね。この調子で引き続き頑張ってほしいです。個人的にはゴールデンウィーク最後に良い試合が見られて大満足です、ということ。現地ありがとうございました。ね、良かったね。マダムカメさん、8回はヒヤヒヤしましたがナイス折り方です。今日はソッタンの好投につきまして、ね、マウンド上でもとても頼もしく見えました。8回はもう一息でしたが次に行きたいです、ということね。まあそこにもう投げ切ったらすごいんだけどね、やっぱりなかなか、もう100球超えてるしね。ウッチンさん、継投とかゲッツーとかの勝つとか気になるところもありますが、どうにか勝ててよかったです。ソタニ君どんどんたくましくなっていますね。このままローテ入りを確実なものにしてほしい、ということ。いやもうあのここずっといい感じで来てるんでね、やってくれるんじゃないですか本当にね。あゆさん、お疲れ様です。勝ててよかったです。チームが苦しい中、自己最多の106球を投げ切ったソタニ君が本当に頼もしかったですね。オリックス新しい時代の始まりを感じました。本当にナイスゲームでした。ありがとうございます。反撃の5月、まだまだこれからですね、ということね。明日ゲームないんで、明日心穏やかな火曜日だよ明日ね。竹富さん、今日の曽谷くんストライク先行の攻めのピッチング、次回もお願いします。そうだよ、もっと攻めていけばいいんだよねきっとね。小木田くんが離脱して一気に心細くなった中継ぎ陣、早く離脱者が戻ってきますようにね。セデーニョは、ホームラン以外は3打席全て併殺でしたが、良いところで打ってくれました。あさっても全員でってこと。飽きたらね、今度はね、中島監督地元凱旋試合ですよね。おそらく飽きた宮城くんに行くと思うんだけどね。1233、大前さんお疲れ様です。曽谷くん安定感出てきましたね。強い球投げられるのでストライクゾーンに入れば安泰です。このまま覚醒してほしいですね。それからババセルさん、8回はちょっとバタバタしましたが、途中までは曽谷素晴らしい投球でした。日本ハム3連戦打ててなかったセデーニョにスリーランが効いたと思います。あさって明日天気良くないみたいですが、まずはゆっくり休んで試合に備えてほしいですね、ということ。なるほどね、天気良くないの秋田、あさって。あらま、
タカさん、お疲れ様です。こんばんは。なんとか勝てました。オリフォー、ありがとうございます。1988101 川崎さんは、大前さんお疲れ様です。ヒヤヒヤの試合でしたが、9回のマチャドの時だけは安心して見られます。お前ね、厳しい試合が嘘みたいにあっという間に締めてくれました、ということ。本当そうだね。シンタシンタさん、お前さん今日もお疲れ様です。曽谷投手、気迫のナイスピッチング、だんだん自信がみなぎる顔つきになってきました。素晴らしい ね。中島監督の勝ちにこだわる采配にも感動しました。小田島投手も良かった。良かったね、小田島。土壇場に強いね。よりよりメタル、そったんの成長を実感した一勝でした。ホームランは一挙に得点できる可能性があるので、やはり貴重ですね。そうだね。レオは1本塁打3併殺でしたが、その1本に価値があります。おっしゃる通り。リリーフ陣はコギー抜けて離脱で苦しい状況ですが、先発も野手も一緒に全員でカバーして勝つを期待しています、ということをおっしゃる通りですね。ありがとうございます。ブライアン直明さん、大前さんお疲れ様でした。8回の継投執念ですね。確かにね。先発は頭数いますので、中継ぎに誰か回ってもいいのではないでしょうか。まあどう考えるかですね、それをね。じゃあ誰がいいと思う、後ろ誰がいいと思う。マリコさん、大前さんお疲れ様です。今日相手のセカンドエラーが絡んでの得点。まあそこそうだね、エラーが出てランナー出たもんね。終盤の守り、イボちゃんうまくさばいてほっとしました。セカンドの呪いイーグルスさんに移ったか、これで呪いは解けたかな、ということ。どうでしょうか。それからオリアさん、曽谷君ナイスピッチングでした。ここ3試合安定感抜群ですね。本当そうだよね。何か掴んだように見えますので、今後にも期待大です。セデーニョもよく打ってくれました。その他の打席は閉殺祭りでしたが、ご愛嬌ですね。まあ、閉殺の祭りはいらんけどね。ね。最後はマチドがピシャリと良い勝利でした、ということ。素晴らしい。ね。コーチェルさん、曽谷投手、初回少し苦しみましたが、それ以降は素晴らしいピッチングでした。そうだね。打線も欲しいところでの一本が出るようになってきていますね。森選手もホームランとはならずも、いい感じの当たりが増えてきています。確かに。アウトになってもいい打球多いもん、森ちゃん。すぐ来るでしょ。まだまだ序盤です。チームを信じて応援します。よろしくね。しげやん、なんとかやっと勝てました、嬉しい、ということ。秋田でもナイスゲーム期待して全力応援です、ということ。よろしくお願いします。究極の SA さん、小木田が抹消で終盤投げる2人不在はかなりしんどいですね。そうなんだよな。今日の試合見てもマチャドは大丈夫そうですが、そこにつなぐまでがキーになりそうです。おっしゃる通り。先発が長く投げるか、あるいは中継ぎ陣が復調してくれるか、どちらかにならないとしんどいかもしれません。どちらかになりますよね。ということで、はい、というわけで今日もたくさんのメッセージ本当ありがとうございました。レジェンドさんはホークスファン、実況お疲れ様です。また大味な試合に当たりましたね、今日か。今日こそ大量失点しましたが、日本ハムの投手陣、昨年から平均球速が大幅に上がって、何よりも吉球がリーグダントツで少なくなっており、立山コーチの力量が結果にも表れていますね。明日からは万波も復帰するでしょうし、また被弾地獄に怯える毎日です。いやいや強いや、十分ホークス。まあでもあのファイターズはいいチームだよね、本当にね。ね。そんなわけでもたくさん頂戴しましてありがとうございます。全部は紹介できませんけれども、全部目は通させてもらっております。というわけで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。博多のホテルから、山本さん、確か私は大前さんの実況のホーク戦をテレビ観戦していたはずです。情報収集早すぎではないですか。もしかしたら大前さん2人いらっしゃいます。2人いるかもしれませんよね。そんなわけないね。ありがとうございます。いやいや、途中経過を撮ってくれるね、フロアディレクターの石川光子さんがオリックスファンなのよ。そのために教えてくれんのよって、若菜さんも横で CM の間に途中経過でお前さんオリックス勝ってるよとか教えてくれるのよ、だから知ってる。ありがとうございました。よかったね。明日は心穏やかな火曜日をね。また。
Thank you.